それでは最初に文化というものはどのように考えたらよいのか。文化を考える一つの立場は政治、経済、文化を別のものと考える立場です。この立場では文化は学芸、生活風俗、宗教などを中心とする分野と考えます。もう一つの立場はある社会の営み全体の個性を文化と考えるものです。政治の文化、経済の文化というふうな言葉も使います。この講義では私はこの立場をとって文化を考えていきたいと思います。